はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロ2017マイライフ続きをやっていきたいと思います。とりあえず1軍に上がったので、あとは2軍に落ちないことですね。結構ギリギリの投球で、来てるので、ちょっとねいつ炎上してもおかしくない感じで、危なっかしいんですけれども、とりあえず寝ましょう。まずは寝るところからで、次の登板日は15日か。チーム3連勝で、これ確か変えられたよね。能力じゃなくてこれにしよう。これにで3ゲーム差か。ダイソン掃除機だな掃除機って呼ばれそうだな、別名。掃除してくれるみたいな。あれ16日に登板日がずれてる。ローテーションがちょっとずれたのかな。まあそりゃそういうこともあるよね、シーズンを戦っていく上では。で次が前日か。ここはどうしようかな。まあそんなに体力は減ってないとはいえ、一応寝ておくか。万全の状態で挑もう。さよなら勝ち。僕と練習したって。あれまた登板日ずれた。あ、間違えた。急速練習やってしまった。さよなら勝ち多いな。なんか言ってたね。アンダーウッド内野手。じゃあ今日は試合ですね。デイゲームか。なりきりでいって、ちょっと1軍の選手を確認したいといえば確認したいんだけど、ここだとちょっと無理かな。1回試合に行ってスコアで見る感じか。マジでね、1回1回ちょっと確認していかないと分からんからね。てか覚えないからね。相手はソフトバンク。ここだとタイムができないのか。スコア。まず野手データ。菊池。あ、めちゃ強いやつだね。1番打ってるんだ。で、2番が阿部、サード。あ、これも守備がいいね。パワーがないけど、まあ2番バッターとしては全然いいですね。バント丸。ああ、完全に2番が。バッター型だな。内野安打持ってるね、菊池は。丸3番。三振は持ってるけど、固め打ちの満塁男か。で、4番が鈴木。プルヒッター流し打ち。悪くないね。で、新井が5番。広角打法。これも、パワー型。で、俺もパワー型みたいな。野手能力。CC、パワーヒッター。いいね。で、DCC、固め打ち。あ、強いね。ちょっと、ショート。肩が弱いけど。で、肩強、もま。レーザービーム。お、すげえ。信頼できるわ。広島とかマジ信頼できるわ、これ。超強え。で、石原。キャッチャー B。いいね。ミート G って。まあでもね、守備面がかなりいいんで、キャッチャー B っていうのがでかいな。よしよしよし。で、相手。ソフトバンク。1番、ホンダ。まあ足が速いね。さすがに。で、ソウルイエーカー。2番、これは木どころかな。足速いね。盗塁 B だし、ちょっと塁に出したくないな。3番、内川。パワーがあるね。気をつけないぞ。で、4番が、あ、柳田か。柳田はさすがだよな。ちょっとマジこいつ怖いわ。広角打法も持ってんのか。守備力が若干弱いけど、まあ別に D やれば全然いいでしょう。で、松田。あ、松田もパワー強いね。ただミートがそんなに大きくないのか。パワーヒッター、プルヒッターか。一発が怖えな。対左 A。 いや強いわ松田も。中村 CCCDDD バランスがいいね。肩、守備力、補給、どれも D 後半だし。盗塁が下手なのか。今宮守備型か。肩、守備 A 強いね。ソフトバンクも強いね。チャンス B バントで岩崎。フォーク。スタミナが D か。でももうほぼ C だね。154キロ。それなりに球速が速いか。よし戦ってこう。本田
第6球を足がね速いんだよね。見逃し三振。あ、そうだカウントが進んでるんだ。でもうすでに3ボールになってるからこいつはね出したくない。さあ9球目マジで押す。ジャイロボールで OK。 2者連続三振。初球持ってんのか。次は4球目とはいえもう3ボールになってるし、スライダー見送ってストライク。ここは1球見送ります。もう入れていくしかない。ジャイロボールはストライク。第6球で最後は落とす。投げました。打ちました。三塁線フェンス。おお。マジか。おお、しかもしかも。あ、でも一塁でなんとかなったな。柳田か。怖えな。こいつ怖い本当に。第4球を投げた。慎重にこう慎重に。カウントはツーボールツーストライク。変化球。よし、オッケー。か、大事な立ち上がり。まずはゼロに抑えました。菊池14本、鈴木17本。めちゃ打ってんな。2回の表、これからホークスの攻撃に入ります。この回のトップバッターは松田。これは決め球フォーク。見逃しの三振。バッターは6番中村。結構ボールが先行してるね。今の危なかったな。出てもおかしくなかったボールだぞ。よしよしよし。三者連続三振。第3球を奪三振には自信があるからね。投げた。アウトコース低めいっぱいストライク。でこちら三振男フレップ。ああ取れなかったか。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。この回きっちりと3人で抑えています。いいね。2回の表うちもヒット打ってないけどね。さあここはじゃあ自分でなんとかするか。第9球速が速いからな。スタート正面か。ここは守備に阻まれました。もうちょっと下を叩いた方が良かったね。3回の表これからホークスの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは高谷。インローを見送ってストライク。投げた。完全に外れた。下位打線はな、完全なボール球きっちり抑えたいよな。やばい。次は5球目スラーブ見送ってストライク。投げました。これはフライ。前進。よし。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは岩崎翔って言うんだ。投げました。打ちました。これはファースト、ありがとうございます。取りました。これで2アウト、ランナーありません。で、1番を抑えれば、2ボール2ストライクです。際どいところを攻めていこう。打ちました。菊池ボールを取る。菊池。いいね、さすがの動きだな。三者凡退に抑えています。いや、今日はでも投手戦だな。まだ点が動かないね。今日の第1打席はスイングアウト。第5球。投げました。外角高め。際どい。外れてボール。これはわずかに外れています。よし。三振。まずは先頭バッター三振に仕留めました。第3球を。さてもうクリーンアップはね、本当怖いわ。ワンボールツーストライク追い込んでいます。よし、オッケー。空振り三振。二者連続三振になりました。左バッターボックスには。もうマジやだ。通算100号本塁打まで。うわあ、マジかやな、来た。あぶんねえ。一発食らうとこだったけどピンチには変わりない。マジ強えわこいつも。怖いからな。よし。この回2アウト2塁のピンチでしたがここはゼロに抑えました。なんとかなんとかね踏ん張ってるね。5回の表これからホークスの攻撃に入ります。あとはな、点を取ってくれればな。中村今日の第1打席はスイングアウト。これはちょっと3球三振を狙うつもりで。やばいな。次が4球目この際どいところに。よし。空振り三振。2者連続三振。やっぱり勝ち運とか打ちました。勝利の星も重要だね。第4球を投げた。まあ、それを言ったらキリがないんだけどね。得のはあった方がいいに決まってるんで。これから3球目インコース低めいっぱい見逃し三振。最後は見逃し三振に仕留めます。おーすげー、本当に投手戦だな。ここで自分で蹴りをつける。投げました。でフォークは見送って、投球これから2球目。おーしとかはっきりしたボール球。カウントワンボールワンストライク。投げました。ちょっと待って、際どいわこれは。際どい、いいところ投げてくるね。投げました。フォーク。よし、とりあえず、ボールは中継。あ、俺先頭バッターか。ナイスバッティングです。続いてくれ。さあノーアウト。ダメだ完全に抑えられてんな。
先頭バッターはピッチャー岩崎。第2球アウトローを見送ってストライク。まあ9番バッターは抑えたい。石原余裕があります。オッケー、キャッチしています。第4球はスライダーをちょっとギリギリに外そう。インコースいっぱい、入ったか。投球は3球目。意外性なんて持ってんだ。投げました。もうカウント怖いな。意外性は怖いんだよね。投げた。パワーがなんかめっちゃ上がるんだよね確か。これで3アウトか。後半おーすげー試合だ今日は。マジでゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターはこれはもう投げた。どっちが勝ってもおかしくない。投げた、打ちました。クリーンナップをいかに抑えるかだな。取りました。これでワンアウト。さて柳田、ジャイロボールをちょっと一回外そう。よし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 、上げてくれたけどダメか。取れないか。投球これから5球目。落とそう。ボール、カウンター2ボール2ストライク。でそこからよーしハイボールヒッター持ってんだ。でこいつはローボールヒッターか。松田ここまで2三振といいところがギリギリのところ。インコース低め、ボールカウント2ボール2ストライクです。打ちました。これはサード、サードから一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。見事クリーンナップを抑え切りました。すげー。7回の表が終わって2本2本だよ。ホークス未だスコアボードはゼロのままです。俺に出番が回ってくる。抑えられてるな、完全に抑えられてるな。岩崎調子不調のくせにすっげえ頑張るな。初球ストライクから投げた。ちょっと待って振ってしまった。噛んだ。一塁送球。いや今見逃した方が良かったかな。8回の表。いやこれはマジでトップバッターはすげえいい試合だ。第5球やばい。これでフォアボールを出してしまうと流れが悪くなるな。投げました。これは交代無理か。ボールは中継。やばいな。先頭バッターを出してしまった。そしてダイソーを仕掛けてくるね。フルカウントにはなってる。走ってきたか。間に合ったか。そうそして代打来るね。もう8回だもんな。俺もよく8回まで投げてるよな。むしろ投げました。やばい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 。ヒットになります。明石ナイスバッティングです。これはこれはすげえ言い方してんな。さすがに試合の流れを左右するターニングポイント。ここを抑えてこそ。ランナースタートしてきたか。無理だ。セーフ。二塁がセーフ。無理だよ。ランナーを進められてしまいました。いやただ一塁に人がいなくなったからね。打ちました。当たりそこでのセカンドゴロアウト。よしよしよし。危ない危ない危ない。うろちょろされるよりはマシだ。でも別に気にならないけどね。一塁に人がいようと いまいと。これはもう落とすしかない。よーし。さすがだ。見事に流れを断ち切りました。いいね。このまま勢いをつけたいところ。頼むよ。おおマジか。これはこれはマジか。このバッターだけは塁に出したくないところ。確かにな。次が4球目。投げた。流し打ちどうだ。うん、これはもうファールでしょ。スタンドに入りました。ファール。次が5球目。もう無駄な球もな、投げてらんないからな。大きく外れました。カウントはスタミナがない。打ちました。これは捉えられたな。やばい。木所一塁回って二塁へ。ボールは中継。またピンチを迎えてしまった。いいバッティングを見せました。ノーアウトからの。カープ先制のピンチを迎えます。そして一番。やばいわこれ。この後に控えているのは柳田。さあ投球は5球目。一番じゃ三番か。流し打ち当たり損ない。とりあえず一つ一つアウトを取っていこう。ベースを踏んでアウト。あ、変えられたな。延長。うん。今日は同点のまま終わったね。いやすげえ試合だったな。結局勝負はつかずか。ヒット5本、ヒット6本。いい試合だった。奪三振には定評があるからね。ファンが300人増えた。ちょっといいか。今後の起用法、お前の要望を聞こうと思ってな。ありがとうございます。先発抑え中継ぎ、あれこれなんか前も聞かれなかったっけ。まあいいや。先発、はい、
先発希望なら確認しておきたいことがある。二刀流をやってみないか。来たーやろう。一軍で先発起用の場合だけ、ミカミックスが先発登板でない試合、野手としても出場してもらおうかと思ってな。投手以外のポジションも守れるし二刀流もできると思うんだが、体力が十分ない場合は出場は回避。あ、なるほど。やっていきましょう。はい。レギュラーを勝ち取るまでは投手に専念。なるほど。安出場時のポジションこちらで決めさせてもらうぞ。あ、まあ別にいいけどね。まあまずはレギュラーを勝ち取れと。ローテーションが変更されました。あー、なるほどね。そういうのもあるか。じゃあちょっと奥井と練習するか。同じ外野手だからね、奥井とぜひ一緒に外野を守りたいものだ。よし、コントロール上がった。これ C になったよね。ちょっと待って大瀬良選手とのレギュラー争いがスタートした。ああ、なるほど。次の登板日は23日か。ちょっと開くね、ここ。疲れは取っておこう。体力的にきつそうだからな、二刀流やるとなると。あ、そうか、今コントロールに設定してるから、これをスタミナに変えよう。マイデータで変えんだっけ。許可項目で変更する。あ、でもスタミナも75か。 A に持ってこう。どれだ、詳細指示か。スタミナ OK で、あとはまた奥井と練習と。俺はどんどん強くなっていくぞ、奥井。先発もね、でも予定日とかずれるからね、体作りも大変だよな。予定していた日ずれて、この前間違えて休息練習しちゃったからね今月の MVP セ・リーグ、今永、小笠原、久保、この辺り、野手、原口、平田、鈴木、おお、広島の鈴木、さすがだね。名前が平凡すぎてね、いまいち覚えらんない。逆に覚えらんないからね。で、次の日を寝れば体調は万全かな。今度はパリーグ編。武田だったか今。鎌田。増田。大谷、中田、メヒア。あ、ここら辺はもうみんな2016で聞いた名前だな。じゃあ今日は寝よう。さあ、今日の登板日はあれだな、ちょっと軽く汗を流しておくか。それくらい大丈夫でしょう。一緒に練習しよう、夜に備えて。うん、これくらいなら大丈夫だね。阪神戦ですね。6位か今阪神は。まあ、とりあえずさらーっと見て、1番が赤松になってるね。まあ、細かくはまた最初の登板のところで見ましょう。ちょっと1回1回確認しないとね本当に覚えない。雨か。さあ、注目の立ち上がり。スコアで野手データ、赤松足速っそうか、こいつ足めっちゃ速い。いいね。ちょっとバッティングはあれだけど。で、阿部、うん、で菊池3番に来てるね。菊池はマジ強い。で、鈴木MVP 候補、プルヒッター。で、新井、で、俺、田中、守備 A、 CC、 野間で、石原、キャッチャー B で、相手、阪神1番北条、
バランスがいいね。これはヤマト。ヤマト。すっげえ。めっちゃくちゃ守備うまいわ。足も速いし。福留か。まあ、バランスがいい感じだよね。守備職人持ってんのか。早急 A。糸井。プルヒッター。パワーは C。原口。あんまりキャッチャーとしてはあれだね、微妙な感じだけど。1番キャンベル。中谷。これは今成。いろんなとこ守るね、こいつ。で、能見。147cc。一発支給持ちか。でもキレがいいのか。ポーカーフェイス牽制。OK、やってこう。1番北条。三振と流し打ち。第4球を。DDD か。投げた。膝元へズバッて決まって見逃し三振。で、ヤマト。これはちょっと一回ジャイロボールを。投げた。2球目ストライク。投げました。よしよしよし、いい感じだ。投げました。もう速球中心でいく、やっぱり速球中心で。投げました。キャラ的にサード。一塁へ送る。アウト。ありがとう。これでツーアウト。福留。ストライクを取ってるから。投げました。よくてボール。カウントワンボール。で、ここ入るか入らないかくらいの。よしよしよし。空振り三振。最後は空振り三振で打ち取ります。お、誰かホームラン打ってくれたかな。1点を追いかけます。タイガースの攻撃。この回の先頭バッターは糸井。第4球はインロー。あ、そうか、もうあれか。さあ、本球は5球目。交流戦は終わってんのか。打った、流し打ち、ヒット。打たれてしまった。糸井、いいバッティングを見せました。あれだな、ノーアウトからのランナーがちょっと出ちゃうな。ゲッツーだ、いける。二塁フォースアウト。よーし、さすがだ。ツーアウトランナーなくなりました。これはだいぶ楽になったな。キャンベルとかもね、なんか外人だけどそこまでなんか強えっていう感じじゃないからね。てかさ、途中で入ってきた外人とさ、初めからいる外人区別がつかないな。助っ人で今年入ってきた外人とかわからんぞ。カープリードで迎える2回です。第9。これは落ちる。キレを持ってるからね、キレを。よーし、いったー。自分で点をもぎ取る。1号。イエーイ。ぜひ野手としても使ってください。3回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは中谷。現在の打率は2割2分3厘。いくぜ、ノリノリで投げました。おー、しっと。ボール見送ってボール。完全なボール球。カウント2ボール2ストライクです。これはでもボール球じゃない。アウト。 OKOKOK。 これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番今成。投げました。3球目ストライク。今成サードを守ってます。今日はキャッチャーとかもやるんだね。キャッチャーとかってなんか専念した方がいいような気もするんだけど。これはあれ、おお、ちょっと待って、今の俺が遅かったベースカバーあれ、いねえみたいな感じになってたよねあ、やばいやばいやばい、出してしまった。これまずいぞ。ちょっと待って、ちょっと今のベースカバーの遅さでだいぶ動揺してしまったな。よーし、あいつはまずベースカバークソだからなって絶対言われてるよ、みんなに、チームメイトに。ゲームは中盤4回に入ります。トップバッターは福留。通算255本塁打まで。でもさ、これ内野手をさ、なりきりでやってさ、セカンドショートとか難しいよね。特にセカンド、一塁にベースカバーに行くのか、それとも二塁に行かなきゃいけないのかとかさ。ああ、やばい、本当動きが難しいと思う。バッターは4番糸井。糸井か、併殺持ってんね。でもノーアウトからのランナーがやっぱり出ちゃうな。これを少し避けないとね。よしよしよし、これでツーアウト。ただその後はきっちり抑える。高め見送ってストライク。ワンボールツーストライク。ストライク、見逃し三振。4回の表が終わった。
さてもう1点あるとだいぶ楽だからな。ちょっともぎ取っておくか、もぎ取っておくか、どうだ、よーし、プロフェッショナルだからね、どんどん上がっていくからね、まだ多分プロフェッショナルの中でも下の方だと思うんだよね、その打撃レベルとかさ、投球レベルとか。先頭バッターは中谷、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。投げました、マークされて第4球を投球とか研究されそうだからね。ボール、これは完全なボール球、カウントは3ボール1ストライクです。このフォーク決まれ、よし、バッターは8番今成、今日の第1打席はスイングアウト、投げました、ジャイロボール決まってストライク、追い込んでいます。投げた、高めボール球、これボール球だよね、オッケーオッケーオッケー、これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャー、ノーミ、これはじゃあ低めに決めるか、打った、流し打ち、ファール、さあ6球目、スライダーをちょっと投げた、内に切り込む、カウントは3ボール2ストライク、ここから低めのジャイロボール打ちました、田中バックしていった、オッケーオッケーオッケー、スリーアウトチェンジ、三者凡退、無得点に抑えています。ゲームはこれから後半6回に入ります。わりかしやっぱりキャッチャー B ってすごいね、スタミナが全然違うわ全然スタミナ残るわ、6回来ても、今まで6回がギリギリだったからな。第5球投げた、アウトロー、空振り三振、キャッチャーめちゃくちゃ重要だわ本当に。ジャイロボール決まってストライク、少し迷ったか、投げた、空振り三振、オッケーオッケーオッケー、2者連続三振になりました。バッターは3番福留、キャッチャーが変わってから俺の力がだいぶ発揮できるな、キャッチャーのせいにするなって感じだけど、見送ってストライク、ここは1球見ます、でもこれキャッチャーのせいにするよ、投げました、本当助かるわキャッチャー上手い人、第6球を投げやすい投げやすい、掴んでこれで3アウトになります。3人でピシャリと抑えています。カープリードで迎えた6回です。さてさてさて、まだ頑張ってるね、スライダー、まずは見送りました、第2球投げました、危ない球、ノーミキラーと呼ばせてもらおうか、ここで投げた、ボール、カウントは2ボール1ストライク、さあ4球目、もう1球種の下ってなんだっけ、チェンジアップとかだったっけ、これは入れたな、見逃さんよ、入った入った、ホームラン、ストレートは今試合でも一躍超有名人になると、3打席連続、しかも今のところ6回まで無失点っていう、この回のトップバッターは糸井、投げた、打ちました、ファースト真正面、あれってさ、やっぱ俺ファーストに行くべきだよな、ちょっとファーストに行く癖をつけよう、まずピッチャーだからとりあえずファーストに行けばいいでしょう、セカンドをフォローするとかないと思うんだよねピッチャーが。ジャイロボール空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます、まずカキンって打たれたらとりあえずファーストいく、カウントツーボールツーストライクです、投げた、危ない球、第6球はで、ちょっと外のフォークで流し打ち、これでもさ、自らベースを踏んでスリーアウト、こういう微妙な時ってどうすりゃいいんだ、自分で踏んだ方が早いのか、それともトスした方がいいのかみたいな、おつけて打ったエルドレッド、交代、ファール、第6球を投げました、ジャイロボール、空振り三振、バットが空を切りました、高山1本打ってるね、ホームラン、広島キラーとかマジか、しかしそんなもの俺には通用しない、打った、流し打ち、あれこれやばくね高山落っこっちゃった、いいバッティングを見せました、ピンチヒッターは鳥谷、代打構成に出ます、マジか、代打持ってるのか、投げました、空振り、第6球を投げました、え、これまたさ、あ、大丈夫か、鈴木、危ない危ない危ない、ボールは中継、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません、ボールが続いてるね、見送ってストライク、伸びのあるストレート、投げた、5球目空振り、次は6球目、ランナースタートを切った、流し打ち、どうだ、取って、これで3アウトチェンジ、ランナー1塁、これはでもまた完封モードか、第9、投げた、嫌な線に変わってるね、
第2球見送ってボール、カウント1ボール1ストライク、投げた、ボール、カウントは2ボール1ストライク、投球これから4球目。おお、少々少々、強い当たり、打球はそのまま伸びていく、入った自分で何点取ってる今日なんと4打席連続のホームラン、ストレートを狙い打ち。やっぱりね、ストレートだよね、狙い打つのは。さて9回まで来たよ。まあ投げ切るだけのスタミナは残ってるかな。今日はすげえな、完封に4打席連続のホームラン。これをギリギリに入れる。フルカウントか。スタミナがないね。投げ切るか。スタミナがないね。あんまり低めにやると外れるからな。打たれた。あ、ありがとうありがとう、本当ありがとう。最後危なかった。見事な完封勝利、カープ圧勝です。今日は俺一人の舞台だな。本当に今日は大活躍でした。4安打完封勝利ってすげえ内容だよね。対戦投手は能見、実況担当は堂前秀夫。ありがとうございます、これからも応援よろしくお願いします。めちゃくちゃファン増えてもおかしくないんじゃないか。いいね、勝利ミガミックス、本塁打ミガミックス、ミガミックス、ミガミックス。先発9回無失点、完封劇、リリーフを温存できて助かったぞ。あ、そっか、そういうのもあるもんね。毎回奪三振とかすげえな。そして猛打賞、いろんなトロフィーをもらった。304人増えた。今の時点では少し俺が負けてるようだな。今日はすごい活躍だったな。俺も負けてらんないな。あれ、あそこなんか人が集まってんな。あ、大谷みーちゃんだ。楽しかったにゃー、ミカミックスって選手がかっこよかったにゃー。今日活躍してたもんね。カラオケに行きたいにゃー。ミカミックス選手気に入ったにゃ、絶対私のものにしてやるにゃ。怪しい集団だな、近寄らない方がいいなとか。ウケんな。初本塁打、初完封、37人しか増えないの。もっと増えていいでしょう。ああ、防御率も1切ったね、いいねいいね。というところで、まあ、かなり好調を維持してますけれども、まあ、このね、好調を維持するのが、まあ、難しいんですよね。まあ、難易度の方もどんどん上がってくるとは思うので、まあ、今2ゲーム差まで来ているので、ぜひ今年のうちに、日本一になれればと思ってます。じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。